どうも、つば太郎です。ついにね、水木カーマがピックアップされたんですけど、やはりね、巷ではキャストリアシステムで組んだ時に、そのスペースイシュタルとカーマどっちがいいのっていうのが結構なんかまとめサイトとかツイッターとかで言われてるんですけど、あのね、宝具火力ちょっと検証してみました。でそこでいろいろと分かったことがあるんで、まあ実際に動画を見てもらいながらいろいろ説明していきたいと思います。はい、それではね、カーマの方から見ていきたいと思うんですけど、あのね、ガチャで引けなくて、これフレンドさんから借りたカーマなんですけど、宝具レベルが4です。で実際使うのであれば3か4は欲しいなっていうのが正直なところで、今回ダブルキャストリアでいけないんで、しょうがなくタマモを置いてるんですけど、タマモの第3スキルがキャストリアの第3スキルと同じアーツの付与率なんですよ。 50% を付与できる。なので第1スキルの攻撃アップがついてないだけで、まあ実質同じようなもんなんで、これでいきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。で、行くクエストがね、宝物庫なんですけど、これね、相手がね、キャスタークラスじゃないとさすがにダブルキャストリアじゃないといけないんですよね。この第2スキルで NP 獲得量アップできないんで、ちょっとやむなく今回これでいきます。で、フレンドさんがカレスコをつけてたんで、もうすでに 80% 付与されてる。で、しかもアペンドスキルでさらに NP が解放されてるんですけど、まあ、本来NP が 100% 貯められるような想定で今回はスキルを使っていきます。なのでこの第3スキルを使って本来はようやく 100% といったところです。はい、それでは見ていきましょう。でね、やはり優秀なところは宝具演出の短さ、もうこれはね、めちゃくちゃ優秀ですね、周回するにあたっては。はい、で、1体あたり7万なんですよね。まあアーツアップレーソーじゃないし、キャストリアの第一スキルが本来もう1個あるはずなんで、もうちょっと伸びるとは思うんですけど、宝具4でね、1体あたり7万なんですよね。これがまあカーマの今唯一懸念されてるところで、火力がね低いんですよね。まあ特攻ありきの宝具火力みたいになっちゃってるんでしょうがないんですけど、はい、これでやっと1体あたり9万ちょっと出ましたね。まあ孔明の第一スキルこれで使い終わっちゃったんですけど、まあ持続はしますけど。で第二スキルで無事魅了もできて、これによって宝具でね、150% 特攻が乗るので、さらに火力が上がりますと。はい、16万5000出ましたけど、これ実はね、特攻刺さんないと11万まで下がっちゃうんですよね。さすがに3ウェブ目担当できない火力なんですよね。はい、では、同じ条件で今度はイシュタル試していきたいと思います。で同じ条件で言ったんですけど、宝具レベルは2です。でまあ金のフォークが入ってるんですけど、さすがに宝具威力が高い方がそりゃ強いです。はい、まあ、これで検証していきましょう。はい、1ウェブ目、イシュタルはね、第1スキルで攻撃力を 20%で、自身除く味方に 30% 付与できるのがまあ強いところなんですけど、この第3スキルが割と運ゲーみたいなところあって、これ今全部上がりましたけど、1個ずつがその 80% のパーセンテージで上がるので、まあ 20% の確率でアーツアップがされません。まあ、ここがね、カーマと大きく異なるところなんですけど、実際あんま関係ないです。これ本当に関係ないのがね、恐ろしくて、別にアーツアップしてなくてもなんか全然気にならないというか、何とでも実際になってしまうんですよね。はい、アルトリアね、使い忘れてましたけど、はい、これで本来は NP が 100% になる想定ですね。これでやっていきましょう。先ほどの、カーマと全く同じスキルを使ってます。で、さすがに、宝具演出の時間はカーマはね短くて、もうそろそろ終わりかけに差し掛かってますね。はい、まあさすがに2分の1ってほどカーマ早くないですけど、あれでこれでね、すでにね9万近くというか9万以上出せますね。先ほどのカーマより1体あたりだいたい1万ちょっとダメージが出てる、感じですね。で、2ウェーブ目、ここもね結構出るんですよ。こんなに出るってぐらい出るんですよ。ちなみに先ほどのカーマはここで全体で29万だったので、1体あたり今9万ちょっとですね。はい、なんですけど、はい、もうおかしいですね。13万以上出てます。まあ14万近く出てますね。
どう考えてもね、やっぱ宝具火力はね、石たる強いんですよね。で最後この宝具威力アップ込み込みで、どのくらい出るのか見ていきたいと思いますが、ね、これがやっぱ違うなと思うのは、カーマはやはり魅了が効きにくい敵結構多いんですよ。効きにくい敵が、敵でもサーバントじゃなくても敵でも効きづらいやついたりするんですけど、はい、イシュタルはねほぼもう1000しか変わんないですね。同じ宝具火力が出るにもかかわらず、これが毎回確定で出るので、まあやはり安定性はめちゃくちゃ高いですね、スペースイシュタルは。はい、というわけで、カーマとスペースイシュタル見てもらいましたけど、カーマはねやはりね道中の火力も含めねそんな出ないんですよ。まあそこがどうしてもネックになってきてしまうんですよね。まあカーマでも倒せる、スペースイシュタルでも倒せるっていう場合は、カーマの方が宝具演出が短いのでそっちの方がいいんですけど、スキルね、スキル3スペースイシュタル打つだけで全てが完結したりしているので、スキル1使わなくても全員倒せるんですよ。宝具火力がバカみたいに出るから。なのでその点、そのカーマは2つスキルを打たなければいけないので、まあそういうね微妙な差が出てきたりするんですけども、完全に好みですよね。まあ極論ね、極論ですけど、どっちもなんかナルトとサスケみたいな感じで強いは強いです。